ドンミシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェコでーす。そして石森でーす。お願いします。前回ゴリゴリのヒップホップを教えていただいたんですけれども、はい、ヒップホップ、あ、ごめんなさいということで、前回はゴリゴリのね、ポッピンをね、ザ・フィッシュさんに教えていただいたんですけれども、はい、本日はですね、まあ、皆さんもご存知の通り、レディオフィッシュさんの、はい、中田考えてないもしかしてあの曲ですか。あの曲を、え、ご本人様に見せてみたー。やったー超見たい嬉しい。なかなかないですからね、本当に生ぬるいやつやったら、はい、ぶちかましてる。完璧に踊ったバージョンをフィッシュボーイさんに見せていきたいと思います。よろしくお願いします。レッツチェーゴー。はい、それでは今から覚えていきます。はい、そしたら歌を作ります。いつも私たちがやってる作業ですね。はい、ちょっと一回練習しよう。まだまだまだ彼はいいんだ、世界は必ずしもみんな平等とは限らない。恐れるな、おののくな、声を声あげろ、今捧げろ。 I'm a barbecue。なんか上手くなってね。すごい上手くなってきてる。よし、はい、綺麗に作ってみます。はい、 I'm a barbecue man。 ねえ、笑い声入ったんだけど全然。時が来た、彼こそ真の支配者、彼の前にひざまくのは敗者。完璧に踊ったバージョンをフィッシュボーイさんに見せていきたいと思います。お願いします。すごい。まず歌うんだ。本当レコーディングしたな。すごい。時が来た、彼こそ
しよう、今捧げようで、こう、はるかちゃんなんだと思って、こうやって準備してたら、すごい、すごい、すごい、マホさんがね、それがね、もう激しすぎて、もう、息を見てくれたら嬉しいですね。ということで、はい、点数でいったら何点ですか？点数ですか、はい、120点です。普通にやったら100点ですけど、テクニック的に、だってもう、フェイントまで入れてくれた。はるかつは、はるかつは、はるかつは発案なんですよ。ええー、私たちがレディオフィッシュに加入はってことになりますね。そして、まだまだ、リスさんのチャンネルの方で私たち出させていただいているので、皆様ぜひチェックしてください。そしてフィッシュさんのね、チャンネルも、ワンさんなら登録絶対してると思うんですけれども、まだしてないよっていう方もしかしたらいるかもしれないので、絶対に登録してくださいね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。以上、チェロとフィッシュボーイでした。ありがとう。